トーマス・ライアン・プレスリーは、アメリカ合衆国テキサス州ガラス出身の、プロ野球選手、宇藤右打ち、MLB のヒューストン・アストロズ所属。2007年の MLB ドラフト11巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、6月18日に契約。2008年、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスで、プロデビュー。 10試合に登板して1勝4敗、防御率3.79、34奪三振を記録した。2009年は A-9、ローウェル・スピナーズでプレイし、13試合に登板して6勝4敗、防御率3.17、64奪三振を記録した。2010年は A 級、グリーンビルドライブでプレイし、26試合に登板して5勝7敗。 防御率3.72、96奪三振を記録した。2011年は A 級セーラムレッドソックスでプレーし、26試合に先発登板して6勝11敗、防御率4.50、72奪三振を記録した。2012年はまず A 級セーラムでプレーし、20試合に登板して5勝3敗、防御率6.28、61奪三振を記録した。 7月に AQ ポートランドシードックスへ昇格。14試合に登板して2勝2敗、防御率2.93、21奪三振を記録した。2012年12月に行われたルール5ドラフトでミネソタツインズから指名され移籍した。2013年は開幕ロースター入りし、4月4日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。 6点リードの9回表から登板し、1回を1、アンダム失点1奪三振に抑えた。この年は49試合に登板して3勝3敗、防御率3.87、49奪三振を記録した。当時、父親のトム・プレスリーは癌を患っており、余命わずかという状況であった。そんな中でライアンは、メジャーデビューを果たし、父を感激させ、 父が旅立つ前に、親孝行を果たした。2014年2月28日に、ツインズと1年契約を結んだ。3月24日に、参加のトリプル A 級ロチェスター・レッドウィングスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。この年は、登番機会が25試合まで減少したが、防御率を1.00以上改善して2.86という数値を記録し、無敗で2勝を挙げた。 2015年は27試合に投げ、通算100試合登板に達した。この年は1本もホームランを許さず、防御率も2年連続で2.00台をキープするなど、安定したピッチングを見せた。2016年は、完全にギリリーフ陣の中核に定着し、チーム最多の72試合に登板。防御率3.70、6勝7敗1セーブ。 オイップ1.35という成績を残し、低迷するチームを支えた。2017年は調子を崩し、当番数が57に減少した上に防御率も4.70と、自己アーストに終わった。2018年7月27日に、ホルヘアルからジルベルトセレスティーノとのトレードで、ヒューストンアストロズへ移籍した。移籍後は26試合で、防御率0.77。 西部16ホールドと好調だった地震初のポストシーズンでも5試合に登板して3ホールド防御率1.80の好成績を記録した。2019年3月20日、アストロズと2021年までの3年2040万ドルで契約延長した。5月5日のロサンゼルス・エンゼルス戦で前年から続く連続無失点が33、投球回に達し、 ロイ・オズワルトの持つ球団記録を更新した。2021年7月4日に通算2度目となるオールスターゲームに選出されたが辞退している。ありがとうございます。